一つ聞き忘れたことがある。走れ。侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。僧に知らせてやるか。いい子だ。
煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。よし、龍蔵は墓に置く。あれはいつもの弓で十分だ。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。
合図してやらねばな。ヤグラの火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。一人も残すな。いかがでしたか。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。
船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。柱、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。何もないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いいさ、昔の話だ。ないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かも。
こえたか4人いや5人はいる逃げ場はないな戦うぞてめえらいい船だなさあ急ぐぞそうだあら手が来た殺せにもなけりゃ次の船にあるはずだ俺が行こうここは任せる流行るなよテルバフガガルブオロウギジオスンデタッチを抜け
は何だ。蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。目立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。ダークダーク。実は俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならお前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。